自作曲、やすしいおじいさん。とっても優しいおじいさん、いつもニコニコ笑ってる。日の当たる縁側で遠くを見てる。おじいさん、あなたはいつからおじいさんだったの？いつからそんな優しくなれたの？きっといろんなことがあったのでしょう。今度僕にも聞かせてよ。おじいさん、おじいさん、僕もあなたのような、おじいさんになりたいな。夜遅くなってきたので、ポロロン弾きに、ポロロン弾きは自作曲に多いので、拓郎のはどうしてもピックでジャカジャカやりたい曲が多いので、8時半頃までポロロン弾きならできるかなと思って自作曲に切り替えてみた。はい、これはもう終わり。早い早い、自作曲が短いから。